ウォールハノーバービルディングは1929年にニューヨーク市の63ウォールストリートに建造された建物である。建物は建築家のデラノアルドリッチによって設計され37階建て。建物はもともと1931年の合併によりブラウンブラザーズ・ハリソンカンパニーとなったマーチャントバンク。 プライベートバンクのブラウン・ブラザーズカンパニーの本社として建造、所有、使用された。BBH は59ウォールストリートとして知られる建物を2003年に140ブロードウェイに移転するまで使用し続けた。BBH は1983年にミューチュアルファンドのファミリーを設立し、建物にちなんで59ウォールストリートファンドと命名した。 会社が本社を再配置する計画を制作した2002年、ファンドファミリーは BBH ファンドに改名された。建物は2003年と2004年にメトロロフトマネージメントにより住居賃貸アパートメントに改装された。この賃貸会社は建物の外側にある華麗な炎上の彫刻の名前であるザクレストとして建物を新しいイメージで売り込み、 住所も63ウォールストリートを使用した。建物の1階は、現在、郵便番号1万5のアメリカ合衆国郵便公社を含む小売業者の借地となっている。建物は2005年11月16日、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に加えられた。2008年の59ウォールストリートの銀行入り口。現在は小売業者が入居する。 ありがとうございます。